1回裏から試合が大きく動いています。亜細亜大学山下の内野安打、三塁にいたランナー田中幹也がホームに戻り、一塁は送球をこぼしてしまっていたようです。この回亜細亜大学2点を先制し、次は2回表に入っていきます。外の球打ち上げた、これは距離は十分か、センター掴んで三塁ランナータッチアップ、間に合っています。国学院大学この回満塁を作り、山本大輔のセンターへの犠牲フライで1点を得点しています。この回3失点している国学院、なんとしてもこれ以上点は取られず終えたいところです。外の変化球、これは狙いすまして打っていったが、ファースト横を抜けていく、ライトが捕球し、バッターランナーはホームに生還しました。バッター古山ライト前ヒットで1点を追加しました。この回すでに4得点をしています。9番バッター右田が打席に入ります。ランナーは三塁一塁、さあ外の球これも振ってった、ファーストの頭を抜けていく、バッターランナーはセカンドへ進む。右田のライト前ヒットのヒットはタイムリーとなっており、この回亜細亜大学は5点を得点しています。6回裏亜細亜大学の攻撃、さあランナー飛び出しているぞ、さあその間に本塁生還、一塁ランナーはアウトです。さあこれはホームの方がタッチアップ早かったので2点目が追加されました。この回2点を追加しリードを8点差としています。さあ丸山に代打が出ました。代打山村が入っています。ワンアウト2塁1塁、点差は8ですが、まだ何が起こるか分かりません。8回表、甘いところに入ったがショートの前、6-4-3の送球はそれています。その間に三塁ランナーホームに生還、三塁ランナー背番号1番、そうですね、キャプテンの古江がホームに戻ってきました。この回国学院大学2点目を獲得しました。8回裏7点をリードする亜細亜大学の攻撃です。外に構えます。さあこれは振っていった、抜けていきます。ランナーは1人、2人目はサードにとどまります。そして4番の山下です。さあ思いっきり振り抜いたぞ、ライト下がる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 、ライトの後ろに落ちました。その間ランナーは1人、2人目も帰ってきました。インコース、これは打ち上げているのか、センター前に落ちました。ランナーが1人帰ってきました。11点差を追う国学院大学、勝ち投手となることができるのでしょうか。さあ初回打っていったぞ、伸びて入りました。バッター伊藤、ここでソロホームランを放ちました。いやー、やはり野球は何があるか分かりません。国学院大学伊藤がソロホームランを記録しました。さあいいところにボールがいったぞ、センターは間に合った、スリーアウト、試合終了です。ただこの回国学院大学粘って粘って2点を獲得し、その点差
11点差あった点差から9点差まで詰め寄りましたが、亜細亜大学の打線が14ヒットで13打点と爆発し、亜細亜大学の勝利となっています。